仮面ライダーファイズのメインヒロイン園田マリー、流星塾の出身者の一人で美容師を目指して上京した少女であり、エクボの目立つキュートな笑顔とアクティブな性格のコントラストが魅力のヒロインでした。作中でも丸顔のお姉さんと言われていましたが、当時のファンからもプニと呼ばれ愛されていましたね。若い登場人物が多い本作の中でも16歳という年齢で周囲を引っ張る彼女の存在感は抜群で、巧みに夢を守る戦いを決意させたり、久坂の猛襲的な言動を引き出したりと、常にドラマの中心にいた印象があります。劇場版では巧みとの関係性がさらに強調され、仮面舞踏会のシーンやクライマックスの闘技場での彼とのやり取りは印象的でした。演じた羽賀ゆりやさんは当時オハガールを卒業したばかりで15歳での抜擢が注目され、後にキバやディケードでも重要キャラを演じています。さらに2014年坂本監督の赤ピンクへの出演にあたっては、大胆なグラビアでファンを驚かせたものでした。直近でも仮面ライダーゲームズでのスマートクイーン役で話題になりましたね。